サリーのフューチャリングさせてもらうなんて、こうやってなかなかね、日本のブランドでちょっと珍しいかもしれない、うん。太いリボンがね、うん、今回特徴ですね。やっぱりちょっとアイテムとしてはなかなか上級な感じがしちゃうんだけど、そこはそうじゃなくね、こうかぶってみてほしい。男女問わず、うん、ただの子がメンズのをかぶってもいいと思うし、うんうん、男が低いメンズをかぶってもいいと思うし、チャレンジしてもらいたいと思う、うん。物はいいよと。間違いないですから。